あと学習です。これは顧問としての当然、顧問スキルを上げていくための新しい知識を入れたりとかっていう学習もあるんだけれども、やっぱりあなたの人間的な魅力を上げていくためには、専門領域じゃないことの学習とかっていうのもぜひしてほしいなと思うんですよ。例えば歴史だったりとか、あと建築とかですね、哲学とか、美意識だったりとか、なんかそういうところの、やっぱりこう、専門外の知識とかっていうのも見ていってほしいなと思います。で、今ほら、Amazon の Kindle があるじゃないですか。Kindle Unlimited とかで、結構月額定額制で読みますので、もう斜め読みでもいいので、バーって読んじゃって、で、興味がある領域とかに関しては、どんどん深掘りして学習していくのもありだし、あとは YouTube でね、学べるところもあります。で、どうしても YouTube とかであなたがレコメンドしてレコメンドしてきてるんですけど、そこを一回ログアウトしてもらって、ログアウトしてもらって、全く自分が触れないような知識ですね。探求することをやってほしいな、というふうに思います。